じゃあ今日は、はい、アジャスト。アジャスト。アジャスト行っちゃおうか。行っちゃいますか。はい。どうやってアジャストしてる？どうやって、アジャストね。まあアジャストにもいろいろ種類があるよね。まあ俺はね基本、うん、はい、まず立つ位置。立つ位置ね。変えます。で立つ位置を変えていくと、まあ、ある程度練習棒でラインが決まります、はい、そこからオイルが変化してきます、うん、でなった時にまず立つ位置から変えます、うんうんうん、で立つ位置を変えていってそれでもちょっとこうポケットヒットストライクになりづらくなったら、うん、初めてそこで、うん、こうスパット方面を変えますね、うんうん、基本的には。ああなるほどね。で僕の中では攻める時に、うんうん、もうフッキングポイントブレイクポイントっていうのをもうここだっていうのをまず見つけるところから始めて、うん、もうそこに対してどうやっていくのかなっていう、もうこればっかり、うんうんうん、で、あとはもうそのボールこうね、変えないでね。そうです、もう立つ位置、フッキングポイントの ここに行くまでの立つ位置、うん、で、投げる位置で、あとはその後はボール、うん、で、一番最後にあ、もうこれこうしないと一番こうダメかなっていうのはやっぱりリリースアクション、うん、これでも優先順位的に一番最後にやります。なるほどね。やっぱりこうはいはいはい、精度的に10球同じように投げられるかの確率っていうのを僕は考えるんで、うん、やっぱりこうローテーションとかってこう自分とかの中で一生懸命やろうすることが一番こうばらつきが出てしまうのかなっていう、やっぱその辺ももちろん練習しながら精度を上げてるんですけども、うん、基本的にはそれを最後にしています。うん、はい、なるほど。まあ僕はそうですね、まず立つ位置ですよね。でそれから僕がよくやるのはなるべくこう、ボールをねやっぱあんまりね合ってると思った時に変えたくないんですよね。でボールごとにやっぱり、イメージが変わっちゃうのが嫌なんで、同じボールでまず立つ位置変える。で FG プロと同じ、まあ、フッキングポイントはまず変えないようにして立つ位置とスパットを変えていく。で、今度スピード調整をねよくやるかな僕は。そのね、天ピンがねちょっと飛びづらくなったとか、自分の思ってるフッキングポイントよりボールちょっと1個分先まで行っちゃうなとかっていう時に、例えば手前のオイルがなくなってきて左に寄る、で左に寄ったけど今度手前のオイル感じすぎてフッキング行き過ぎちゃうってなった時に、ボールを変えるよりはちょっと立つ位置をね前にして、歩幅がね小さくなる、でテンポがちょっとゆっくりになることによってスピードがちょっと遅くなるっていうイメージでスピード調整をねよくします。上げるってことはあんまりしないんだけど、普通か抑えるか、まあさらに抑えるかみたいな感じで立つ位置でスピードのアジャストはよくやりますね。逆にこれはしないなっていうのはね、俺こう立つ位置と投げるとこう変える、いっぺんに変えることはほとんどしない。あ、これしていい時は多分もう元々狙ってるところがずれちゃってる時だと思うんだよね俺はね。フジブルはスパッと見てるの？もうフッキングポイント見てそこに対してどこ通していこうかなしか考えてない。あ、狙ってるところはスパットじゃない。あ、まあ、スパットを見ていくけど、お、あ、じゃあ構えてで構えた時に一回フッキング見るの。うん、まあ、ここはあそこだよね。じゃあそれに対してどこかな、結んできて手前から探していかないんだよね。なんかあ、フッキングポイントここだみたいな。あ、じゃあそこに行くには自分の球質だったら、うん、ボールはどこに落ちてどこから投げていこうかなっていう、うん、っていう感じ。へえ、だからこうスパットと立つ位置いっぺんに動かすってことはほとんどですよ。あのさ、ボール持つじゃん、うん、で、あのフッキングポイント見る、その後どこ見てるの？スパット、うん、あ、スパット。僕はほらさ、手前見るからさ、うん、手前同じところにしちゃうととんでもなくいっちゃうからね。だからやっぱり一緒にずれなきゃいけないんだけど、まあその辺はね難しいね、ちょっと感覚にはなる、まあ、やりやすいっていうのもあるしね、うん、まあ、なんでこう、まあ、なるほどね、はい、自分に合ったものをこう練習の時に、うん、まあ、どれかこう、やっぱ正解っていうのはねないんで、ボウリングっていうのはね、僕の投げ方に関しても、みたいなものもあるしね、感覚とか目線とかによって違うから、やっぱりそれを、まあ、自分のボウリングを知るっていう意味でもやっぱそういうのを練習でやってもらえたらなと、はい、また分からなければぜひ聞いてください。はい、お願いします。